はい、どうも皆さんこんにちは。リボン鉄道チャンネルです。今回私はですね、ハーツバスステーション博多に来ております。ハーツバスステーション博多はですね、1階部分に乗降場がございます。ごくありふれたバスターミナルの、ね、形をね、とっております。ちなみにですね、福岡のバスターミナルというものはですね、やっぱり、立体的なものがね、多すぎてですね、ハーツバスステーション博多ですらね、むしろ珍しく感じてしまいます。ということでね、佐世保までの切符をですね、購入していきたいと思います。大人1500円ということでね、お金をね、入れていきたいと思います。はい、ということでね、切符を購入しました。まあ、こちらのような感じになっております。これを乗車の際にね、乗務員さんに渡せばいいという感じになっております。西鉄グループのね、バス会社というものはですね、基本的にですね、後払いになっていますけれども、新高速事業者とか南九州の事業者とかはですね、基本的に前払いとなっております。ちなみにですね、1階部分にはこのような洋風のね、ソファーがございましてね、ここで寝転がって寝ちゃう人とかもね、たまにですが見受けられます。ということでね、ここからはハーツバスステーション2階をですね、紹介していきたいと思います。まあ私ね、2階に足を踏み入れるのはね、初めてなんでね、まあ非常に楽しみなところでございます。あ、新幹線が見えますね。新幹線と813系電車が見えるところにですね、ハーツバスステーションは位置しているようですね。ということで、あれ、カウンターがありますね。カウンターがあり、そしてそこにはコンセントがありますね。スターバックスのようにですね、充電をしながらね、飲食ができるっていうのもですね、まあちょっとした檻なのかもしれませんね。そしてですね、奥にはこのように喫煙室がございましたね。タバコを吸いたい方はですね、ここにて吸うことができますが、24時間空いているというわけではないようなのでね、ご注意ください。そしてですね、トイレのね、近くにはですね、このように男性用のカプセルホテルがございました。ちなみに女性用もございますが、私は男なので入ることはできません。ちなみにですね、ホテルの他にもバスエリアと書かれており、まあお風呂場がございましたね。そしてハーツバスステーション博多2階で飲み食いができるね、商品のお品書きというものもですね、発見しました。まあ大体ですね、福岡の名産品をね、取り扱っている場合が多いそうですね。先ほど紹介したカウンター席の他にもテーブル席がございます。ということでね、今回は10時45分発佐世保行きの直行便にね、乗っていきたいなと思います。空席状況は丸となっていましたのでね、多分バスはガラガラだと思います。ということでね、早速乗っていきたいと思います。豊かライナーはですね、基本的に新型のエアロエースでね、運行がされております。福岡長崎間の高速バス事業をね、開始するにあたってですね、約10台ほどのね、新車を導入したことで知られておりますね。ちなみに座席はですね、まあ、車両ごとにですね、枕カバーが異なるのがですね、豊かライナーの特徴でもございます。黄色の他にはですね、赤色や紫色、他にもあるんでしょうけれども、いろいろなね、カラーバリエーションがありますね。とは言ってもですね、まあ車内全体はですね、ちょっとだけ暗い印象であります。まあそれはですね、車内のね、壁紙とかが全体的に黒っぽいのを採用しているから仕方ないのかなとも思いますけれどもね。ということで、始発のハーツバスステーションを出発。ここからですね、佐世保駅港口まではノンストップで参ります。途中休憩もですね、どうやらないようです。ということでね、博多バスターミナルからですね、筑紫通り、清見通りを走行しまして、あっという間にですね、半道橋ランプへと至ります。半道橋ランプから都市高速に乗り入れ、太宰府インターまで行き、太宰府インターからはですね、高速自動車道に乗りまして、終点の佐世保駅港口に近い佐世保中央インターまでですね、走行するそうです。高速バスと名乗っているだけあって、走行区間の9割5分以上はですね、高速道路を走行するというね、イメージでございます。そういえばですね、私ですね、ツイッターにですね、豊かライナーの車両をですね、撮影して投稿したところですね、非常にですね、まあバズりまして、バズったと言ってもですね、100いいねとか言ってないんですけれども、何事かと思ってですね、まあ反応した人たちのね、まあツイートとかをね、私見たんですよ。そうするとですね、豊かライナーはですね、どうやらエレベーター付きの車両を導入していたようですね。まあ、私がですね、エレベーター付きの車両を撮影して、それをね、ネットに上げて、それに反応した人のね、一部がですね、あ、このバスはエレベーター付きの車両だということでね、まあびっくりしたという流れだったそうですね。載せている画像からしてですね、まあわかると思うんですけれども、車両中ほどにですね、エレベーターがあることがわかります。ちなみに豊かライナーの車両ではですね、珍しくフルカラー LED の車ということらしいですね。現在乗っている車両はですね、まあ、先ほど見た方はわかると思うんですけれども、ということで太宰府インターより九州自動車道へと乗り入れます。九州自動車道からはですね、鳥栖ジャンクションまで走行し、鳥栖ジャンクションからはですね、長崎自動車道へと入ります。そして長崎自動車道をしばらく走行していますとですね、武雄ジャンクションというところへと差し掛かります。武雄ジャンクションからはですね、方向転換を行って西九州自動車道へと乗り入れます。西九州自動車道はですね、将来的に現在つながっている佐世保から先はですね、北松浦半島を一周するかのようなね、経路をね、描いて唐津、そして
福岡方面へとねつながる予定になっているものかと思われます。ということでね、滝尾ジャンクションより西九州自動車道へとね改めまして入っていっております。西九州自動車道はですね、確か現在は笹まで伸びていたのかなとも思います。その後ですね、平戸や伊万里にもね伸びていくものなんじゃないかなとも思いますね。ということでね、西九州自動車道に入った途端ですね、なんと長崎新幹線のね、現在建設途中の線路が見えましたね。まだ架線は張られていないようですが、あらかた完成しているようにも見えましたね。長崎新幹線の開業ももうすぐなんだなとも思いますね。西九州自動車道はですね、ほとんどの区間において対面通行となっております。インターチェンジに近いところに関してはですね4車線になっていますが、まあそれはですね合流と追い越しのためのものだと思います。西九州自動車道からね私に与えた印象というものはですね、まず料金所が多いことでしょうか。料金所はですね、笹子中央インターまでなんと2個もありました。なんでそんなに料金所を設ける必要があるんだとも思いましたけれどもね。おそらく理由としては、料金所が設置されていないインターチェンジが一定数あるからといったような感じなんでしょうね。当料金所は佐世保三河内インター付近にですねございました。西九州自動車道はですね、おそらく将来的に4車線化を目指してですね設計建造がされておりますのでね、高速道路を走っている際にはですね、自然な形をした空き地などがね数多く見ることができました。そういえば西九州自動車道ってね、確か福岡にもあったよなとも思います。個人的な推察ですけれども、西九州自動車道はですね現在両端部分がですねもうすでに開業しきっており、その両端部分を結ぶ中継部分がですね未だに開業していないというね感じなんじゃないかなとも思います。ということで2個目の料金所通過、この料金所はですね佐世保大東インターでございます。バスが大東まで差し掛かっているということはですね、まもなくバスは終点の佐世保に到着するものかと思われます。某大手通販会社でもあるジャパネット高田の本社もですね大東の近くの比喩というところにございます。ジャパネット高田の発祥の地は三河地で、本店は東京の麻布十番にございます。都会っぽさを感じさせる立体交差がこれまた美しいですね。ここからはですね、豊ライナーの2月1日からの新ダイヤについてね、紹介していきたいと思います。2020年1月1日ダイヤ改正でかなり弱腰になったかなとも思いきやね、2月1日のダイヤ改正にて以前の威勢を取り戻したかなともね、感じておりますね。最も注目すべき点は、佐世保長崎間の長距離回送を全て営業運転する方針へと変更することでしょうかね。そのため、佐世保長崎間の豊ライナーに関してはですね、佐世保始発だと3時台からバスがございますし、佐世保行きのバスに関しては終電に乗り遅れてもね、豊ライナーに乗って佐世保に帰れるといったようなことが実現します。しかし、運賃は600円から1000円へと値上げ。まあこれでもね十分安いんですけれども、さすがに600円はまずいと思ったんでしょうかね。ということで佐世保港インターチェンジより高速道路を降りて一般道を走行いたします。佐世保港インターチェンジから佐世保駅港口までの距離はですねほんのわずかでございます。現在私はですね進行方向右側を見ているんですけれども、進行方向左側反対側にはですね海上自衛隊の船がたくさん止まっておりました。ということで高速道路を降りて10分ぐらいしたらですね佐世保駅前へとやってきました。ここからですねなんと U ターンをしてですね佐世保駅前港口のロータリーへとね停車して客扱いを行ってね、このバスの運用は終わるそうです。今ぐるりと U ターンをしています。すごいですね。大型の観光型バスの車長というものはだいたい12メートルぐらいあるんでね、まあ U ターンができるっていうのも運転手さんのスキルの高さの表れかなとも思います。そして現在右手に見えている商業施設はですね佐世保5番街でございます。ということで終点の佐世保バス停へと到着いたしました。福岡と佐世保の間の距離感というものはですね豊ライナーの価格設定も相まってそこまで遠いとはね感じませんでしたね。実際佐世保号に乗ってしまうとですね、まあそれなりに距離感というものは感じてしまうのかもしれませんね。そして豊ライナーのバスにはですね側面に自社広告がございます。自社広告のバリエーションによってですね所定というものを割り出すことができるそうです。このバスの場合はですね佐世保博多直行便が所定となります。そしてバス停を降りてから佐世保駅に至るまで何秒かかるかというとですね、まあざっとですね10秒ぐらいでしょうか。ということで佐世保駅がもう目の前に見えてきましたね。豊ライナーの佐世保バス停の立ち位置というものはですね長崎の長崎駅前バス停よりは100倍マシかなと思いましたね。ご視聴ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますのでぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。
右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。